おばんです。6時のバゲママです。6時のバゲママもう用意しちゃいましたよ。これみりんのなんとか漬け、最強漬け、これサバ、アボガド、トマトとブロッコリースプラウト、玄米、発芽玄米、白米の混ぜたやつ、卵入り味噌汁ね、完璧ですね。ね、素晴らしいですね。今日の晩ご飯はね、ね、味噌汁うどんですべね。卵入りだよ。ちくじょさ、卵食えって喋られるが。私みたいなメンタル不良を起こす人は卵いいんだそうです。サバ、これで次みりんのなんとか漬け、やっと歯磨いてなきゃ、差し歯、前歯と奥歯取りでした。全部直してもらった。こっちの奥歯はまだ簡単な手術をしたので徐々に使って、まだね、硬いものは噛めないね。こうやって年寄りになんないな。アブリサイル外事さんたち早くから来て飲み食いしてる。全部出した自分の影は待ってる。まだ6時前、6時前っつうか6時ちょうど過ぎだべね。まあ飲んでる外事さんたち。テキーラのショットね、まず5杯ね、それから生ビールだ、ホワイトルジャンだ、ウイスキーコークだね。結構怪人さんで上位の怪人さん、年寄り年寄った人さ、ジャックコーク、あのジャックダニエルのコーラーで、ね、ガンガン。観光で来た外人さんはね、ほとんど飲まない。いわゆるフォーリーナーってやつね。こっち地元を住んでる連中は飲む。飲むのよ。テキーラショットから一気飲みから。日本人より飲む。使う。いや、今も5人いたんだけどさ、1人お水、たまにいるんだ。
僕は水だけでいいですね。日本水ただだから、もう最後コーラ飲んでたな。ピザ食って、外人さんたちには素敵なお店だって褒められる。キティがすごい。珍しいな。早い時間に来て。時々来るんだけど、一人はパンク系、一人はこうアジア系、アメリカ人じゃないな。一瞬あれ日本人かなと思う、でもその一人の人がすごく日本語堪能で、みんな日本語喋れるんだけど、ちょっとこう通じないと、そのアジア系アメリカ人の人が全部シャーって通訳する。で、観光なので来てる人はほとんどね日本語言えない。まあ、喋ってもありがとうございます、ありがとうございます、さよなら、美味しかったです、こっちもの。あ、まあ俺も喋れねえけど、いわゆる商売用語を覚えとけば、ご飯おかわりしますかね。昔はさ、週末って言うとさ、二三の米軍基地の人たちよく来てた。面白いんだ、あの人たち。英語教えてくれん。でさ、俺たち外人ささよく津軽弁を知るように、あの兵隊さんたちも面白がってスラング場所を教えてくれ。発音までちゃんとしてくれ。べ、みたいに。で、しょっちゅう教えてくれる、もう毎週来てる兵隊さんいてさ、スラングで大体何でもさ、ファッキンつけた、ファッキン、あ、こうピザ飲んだらさ、はい、ファッキンデリシャスとかさ、何でも、はい、兵隊さんたち結構いればさ、お店中さ、ファッキンが飛び込む、ファッキン、すごいよ。で、それスラングばっちり覚えんじゃん。で、アメリカ人来た時にさ、俺はスラングしか聞いてないからさ、そのスラングで物喋るとさ、すごくウケるんだけど、こいつこういう英語まで知ってんのかって思うじゃん。今さ、ベラベラと英語喋ってくる。いやもうほら、チンプンカンプン。うん。で、いやいやいや。
なんか、うん、生病法は怪我のもとだな。でさ、あれ、あの下地かけてるとか発音良すぎて逆にわからね。うん、もっと型、日本語的言い方で喋ってくれればわかるんだけど、カクテルの名前でもウイスキーの名前でも発音良すぎてわからないね。うん、あのほら、でも今はの全然もう来ないけど、来ないっつうのはさ、たまにいろいろほらみんな兵隊さんたち飲みに歩いて結構問題を起こしてんだ。して基地内でも規制かかってもう夜出れないとかなったりしね、あもう来なくなっちゃった。昔はさ、ハワイの兵隊さんたちとかこっちの自衛隊さ来て雪中航空ね、冬八甲田の訓練とかやってた。うん、それのさ終わるとさ、自衛隊の人がさ連れてくるんだ、みんなハワイの兵隊さんば、あ森にいいとこあるっつってね、マスター連れていくからって、自衛隊の人連れてくんだけどさ、もう大騒ぎ、めちゃくちゃ。なぜかほら、受けいいんだな、アメリカ人には。うん、もうみんなジョッキの生ビールとか飲まない、瓶ビール、みんな瓶ビール、瓶ビールがジャックコーラね、ガップガップと飲んでさ、まあきっと当時はどんなのかね、経費みたく言ってたんだけどね、全部飲んでさ、お金使ってた。観光のあアムリコさ、客船でっけのつぐったりすべ、この客船のさ旅行してる人たちはさ本当に変、もっと日本の文化を勉強してこいって感じだね。今な結構問題になってるっきゃ、東京でも新聞ニュース見れば、あれだばさ外人を断るってなるわ。5人入ってきて3人水とかさ、わい3人水、あの2人ビールとかね。でさ、まああったんだけどさ、日本人だってつまみ食ってるべ、これさ当たり前にちょっとくれって食うんだ。日本人も名前の人も一っくいでくれ、もう食え食え。でどこで買ってきたんだか、自分たちはさ焼き鳥とか持ってここで食ってもいいですかみたいな、そういえばね、そういうニュアンスで喋る、こだわりもしねえが勝手に食ってるな、串だけ置いていくんだ、焼き鳥の串だけ置いていく。ああ、俺はもう正直観光で来た外人さんはあんまり過ぎてない。まああの
どこの飲み屋も喋ってるけど商売にならない。まあ、さあのティムももしがた俺さスケベーダーを飛ばしを知るんだわ。これ調べな、アメリカ帰っちゃったしな。ティムもで仕事してるアメリカ人たちはまあ気さくで面白い。なチームからスケベだこと場所を座ってな、オラはハンドジョブがいいとか、ブロージョブがいいとか、いやいやパンティジョブもいいとかな。楽しかったティムなのは。あのやっぱりさ、オラが人間だじゃない、外人がさ日本語で変なこと言うと妙にこう可愛くて嬉しいじゃん。一生懸命日本語で言うんだけど普通日本人使わねえ対話だね。俺もそんなんだべね。俺も喋るとさ、大笑いすんだみんな。で、ティムダノはさ、インターネットのさ、もうアメリカで流行ってるこれエロ動画だとか、全部俺のパソコンさ、売ってお気に入りさえ出ていく。いや面白い。今日はいいよ撮ったぞ。もうさ空手の稽古も7ヶ月やしちゃったね。朝日から行くかな、週1くらい。もう一個の稽古は比較的毎週行ってたんだけど、ここ1ヶ月休んじゃった。ば心臓もなぜ心臓さ起きるんだか、ちょっと原因わかんねえなんで、ちょっと安静にしてた方がいいよって。安静にしてたきゃ腰丸うするし、やっぱり動いてる方がいいよな。うん、そら手分けでの、そう、あとはどれ、体調もいいし、まああの神経痛とかね、
年寄りがなるのはまだ、まあ腰も良くなったし、あとはね、飛んだ一物がまだ青筋立てば完璧ですね。青筋